ずはホームの栃木です。ゴールキーパー帯最終ラインですが、右から黒崎、柳、乾、溝口の4バックです。前節からスタメン3人変更しています。中盤のセンター西矢、今日出場停止で小野寺が起用されています。パートナー佐藤翔、2列目は右に山本、左に森、2トップは矢野貴章とジュニーニョという、こういった並びを予想しております。豊田洋平、今日はサブです。一方でアウェーの金沢です。こちらは前節と同じメンバーです。ゴールキーパー後藤、最終ラインですが右から松田、広井、庄司、渡辺の4バック、中盤のセンターに藤村と大橋、2列目は右に島田、左に平松、2トップは大谷と丹羽という、こういったコンビになっております。フルス対戦となりますセヌマ、ベンチからのスタートです。ゴミのロングキックです。でも高いボールを蹴って矢野狙いです。セカンドボール落下点にジュニーを頭に当てた大橋で、これを島田がつなぎに行きましたけれども、この位置に溝口、遠目から狙ってきました、まあ、かなり距離はありましたけれども積極的に狙ってきました溝口です。枠を捉えていました。 いい判断でした。本当にボールが無回転で全く回転してないですよね。広い縦に転がしてにはで、ハーフスペースに島田がいて、その外に松田、そのままにはボックスの中に入りました。柔らかく浮かせて中央ヘディング、壁の前に2人立てました。栃木、佐藤と山本、32秒狙ってきました。狙いやすいところではありましたけれども、そうですね、いい軌道だったので ほんとちょっとのズレ、はい、外れだったんじゃないですかね。で今度は4人集まっています。矢野、小野寺、乾、さらには柳、キッカー森です。カーブをかけて大外へヘディング、いやセットプレーから先制栃木、小野寺、いや起用がズバリ当たりましたね、試合が動きました。35分、ホーム栃木先制です。バーディーうまく小野寺選手持っていきましたね。いや強いですね、まあ、金沢の選手もついている状態ではありましたけれども、やっぱりセットプレーでしたね、はい、右サイドからのコーナーキック、ニアサイドへ一度クリアしますが、もう一回金沢やり直し、大外ヘディングシュート、最後は広い、そのあたりの切り替えっていうのが栃木の選手の方が早いと、でここも矢野の守備からジュニーニョ、第2の局面で左のスペースがちょっと空きました。そのまま持っていくジュニーニョ、左で打つ、キーパーの正面です。いいじゃないですかね、はい、しました山本、まだ持ちます。後ろからサポートで黒崎も来ました。黒崎はダイレクトで上げて矢野を狙う、その後ろにいた、ここからは矢野貴章、キーパー後藤が抑えています。選択肢増えますね、はい、まあ、一つあそこを取ってからの折り返しというのがあれば、また少し違う展開がまた出てくるかもしれません、はい、でこれが先ほどの矢野貴章のシュートシーン、まあ、今もサイドに対してサイドバックが食いついた時はここで引っ掛けました山本、内側でジュニーニョ、逆サイド森が出てきました、でここで森にボールが通る、そのまま持っていく森、左足のシュート、ここも一つ決定機でした。栃木悪くなかったんですけど、次のステップでね少し左側に持っていってしまったので、はい、まあ、パスシュートコースがね少し減りましたがね、ただまあ最後後藤選手がしっかり寄せて長いのを掘り込んでセルバが競ります。セカンドボール杉浦、まだあります。競って後ろから渡辺、おあ
まあ、金沢惜しかったですね。セルマ選手にいいボール入れて杉浦選手がいい角度でサポートしてフィニッシュまで行きましたし、はい、まあ、最後渡辺選手も、ね、しっかり上がってきてましたから、ゴールサイドには島田そして藤村、これがラストチャンスか金沢。島田合わせて後藤が飛ぶ、セカンドボール長峰、ね、一度遠ざけましたがまだあります。金沢ジムが浮かせて逆サイド広い、頭に当ててコントロール、ちょっとパスが短くなりましたがサポートが来た。いや、そしてここで試合終了の笛です。39ポイント15位栃木、そして37ポイント18位金沢の対戦、40節で向き合った両チームのゲーム、1対0ホーム栃木勝利。これで3ポイント加算して42ポイントとしました。